317ヤード。いいじゃん。ナイスショー。なんかミスだなと思ってもフェアウェイ帰ってくるじゃん。X2 ホットだからね。あとでクラブセッティングいいですか。練習してます。教えに忠実。ね、まあ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 、全然いいじゃないですか。いやー、ここでダワキンチャンネルの醍醐味、飛ばし使っちゃうんですね。飛ばしスキル、卒業生、卒業したのもう。卒業してない。おお、方向はあれですけど、あ、木に当たった。残念残念。おやるか。よし、来たぞ。頼むよ、ドラちゃん。うわすごい。うわー、ちょっと右か。これ晴れたのが見えたんだよ。ここまで見ましょう。何ヤードですか。117でした。117、もうちょい左ですね。こう、そうです。あ、やっぱこうなんだ。全然違うんすね。おお、ちょっと噛んじゃったっすか。あ、けどの、あ、あ、乗ったんじゃないですか。ナイスオン。113ヤード。スピン、あー転がっちゃうか。ちょっと上から来ちゃったね。グリップ直して、ワンピン。結果オーライ。どうしちゃった。どこ。ライ悪かったっすか。タフの向きは普通っすもんね。いやー、よし、寄せよう。入れ、イーグル。オーバーしました、梅山選手。気持ちだけ。気持ちはいいですね。気持ちだけ。前向き、そう、前向き、うん、大事。もう変わる。うまい、うまい。そのなんかさ、ワンクッションするのうまいね。クッション先生、クッション先生。コメントしにくい。オッケー、パー。オッケー。はい。左うま。入った。うまい。うす。ナイスポン。うす。ちょっとプール。え？パーですよね。もう勝ったじゃん。やります？そのパーパット。ポットもらっていい？あー、そこまで来たのに危うくだよ。ユージのがパー。うん、ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございます。誰もボギー打たない。普通にパー、みんな。145ヤード。あー、あ、1個バイトロ。何番？
ファイアンです。内装？めっちゃ良かった。全然見えない。眩しい。何ヤードですか？136。ちょっと薄め。これはバンカーある。いや乗りました乗りました。ナイソン。やっぱダワキンで球打ってるだけありますね。一切曲がるな。膝の時だけです。スカイトラックで練習してます。スカイトラックで練習してます何番でしょうか？9番でいきます。おお、同じ番手。おお、いい球。あれ、これ2度目の入るやつ。あ、弱いか。ちょっとやばい、チームワーク。ボール近い。同じところに2人集まる。長袖、長袖ってきて急に夏。急に夏、なんか季節違ったかなって思ったもん今。これまたいいトップ。転がれ転がれ。いいじゃんいいじゃん。いい、ナイスナイスというのか。ナイスハーフトップでね。けど寄れば勝ちね。結果を、はい、そう、男性チームがもう結束してった、ね、強気伊佐夫さんやった、強気伊佐夫さん。これも当たれ当たれ。わあ、強気。二人して大オーバー。次決めればいい。弱気。アマチュアの典型的なやつです。これはダメだ。ショートパット上手い。トラスだ。トラス。アマチュアの典型的すぎ。チーム一緒じゃないですか。冷たと思ったら乗ってた。嫌われてます。今日はあれですね。ならないでよ。パッ、スパッ、ナイスパッ、イエーイ。あっぱい乾杯。乾杯です。これはラストだね。ラストラストホールの意気込みがラスト。オーナー勝ち取ったんで。あ、確かにここで勝負してた。確かにオーナー勝ち取ったんで気持ちいいティーショット。気持ちよく打って、ね、後に続いていただければ。はいでは最終ホール450ヤードのパー5ですけど、ちょっと特別ルールで左側にある浮島の方にみんな乗せなきゃいけないという、もう限られたルートをたどるという縛りをつけていきたいと思います。あそこに乗らなかったらその人のスコアは反映されないってことですね。俺一人だけど大丈夫反映されなかったら終わりだよまあしっかり乗せていきたいと思います。230ぐらいでセンターなんで、まあ、その付近の距離を打ちたいと思います。2番ユーティリティです。はぁ、え、超えない、超えないっしょ。乗ったでしょう。めっちゃセンターじゃない？さすがだね。ありがとうございます。さすがだね。やばいね。さすがだね。いやー、あの浮島に置くの大変っすね。大変。ここでいいかな。いいと思う。おお、我慢してる。バンカー。バンカー。
まあでもあそこなら確かにまだ大丈夫。ナイストライ。はい力持ちさあこっからだと100、200ぐらいでセンターぐらいに行くのかな。やばい。これやばいでしょ。 AKB 流れるっすよ。リバー。うわー脱落。いや、はい、やばいな。今左脱落。ここ大逆転あるよ。やばいじゃん。リバーリバーリバーってあるよね。そう当たれもしかしたら、ここで奈々ちゃんと一騎打ちの可能性が やばいじゃん脱落してしまった。勝つぞー。オーナーやっぱ気持ちよくいけたね。とりあえずね、トライできたね。トライまで来た。ちょっと捕まんなかった。でも次やばいかも、ね、次頑張ろう、うん、次頑張ろう。めっちゃいい球だったね。めちゃくちゃやばい。この範囲入れる。いい感じに飛んでたけど。違うんだね。え、あそこから打っていいんだよ。グリーンじゃないの。そうだ。え、全然大丈夫でしょ。グリーンに。インスタグラムも概要欄に貼っていただきますので、はい。チャンネル登録と一緒にフォローもお願いします。ちょっと短く持って。そう、短く持って左足上がりだから上げようとしないで。グリップ握るのにね、置きたい置きたいという。下げようとしないね。そう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 。ちょっと左足体重ぐらいで、あんまり体重移動しないようにね。はい、おお、まあ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 、ちょっと神気味だけど。グッド。グッド。オッケー。いいとこ。三打目勝負。ナイスナイス。え？ダウン。やっぱでかかった。乗ったかでかいか。乗ったんじゃない？乗ったかでかいか。いった。薄め固め痛め。ただあの取れる場所がね、同じ場所にしてきましたね。はい。いい方向ですよ。良くなりました。はい。当たる気がします。ライバルエイライバルエイ残念。え、なんかさ、左のグリーンにさ、鳥すごくない？すごい。めっちゃなんか食べられてる、多分なんか鳥じゃないみたいじゃん無邪気だね鳥じゃないいや、多分あれ、雑草食うようにとか飼い放したよね。水じゃないですか。いや、ミミズだと掘っちゃうか。すごくない？雑草食うように、雑草食うようにとか書いてあるじゃないですか。なるほどね。いや、わかんないですよ。なんだそれ。あ、田んぼみたいな感じでしょ。ああ、そうです。終わってしまうのか、このホールで。お、ちょっと捕まったけど、前上がり分かな。でも、うん、惜しい惜しい。ナイソン。ちょっと照れるんだね。ちょっとやってみたかった。プロやるじゃん。女子プロやるもんね。確かに。わあ、なんかこれ寄ったらプロみたいですよ。いや、寄んないよこれは。ネガティブ。ああ。やったな。やっちゃいました。いたな。まあまあ行きましたよ、まあまあ、今。いいっすよ。フェースもうちょっと開いて、で、そうっす、あのカットぐらいの感じでいいんで。うまい。もう結果。結果はいいっすよ。もう。もう。オッケー。ナイス。ナイス。ナイス。よし。イーグルパット。イーグルパット。
行けすごい、惜しい、ナイスタッチ、ありがとう。入ったんじゃない、あ、惜しい、惜しい、やっぱスライスでしたね。わあ、入れたい、最後。でもなんか切れそうだけど切れないかな、ボール1個ぐらい、もうちょっと切れるか、もうちょっと曲がるんじゃない、入れちゃって、カップ1個しっかり、左打ち出しました。難しいね、パターって、パター難しいね。入れちゃいます、どうぞ。ナイスパー、はい、ありがとうございます。さあ皆さん、しっかりカップ決めてください。うまい、ナイス、ナイスパー、パターのせいで、ボギー、池入れたから、えらい、お辞儀。習うように、まっすぐね、うまい、え、みんな上手。気持ちいい、みんなお辞儀してる。さあ、梅山プロ、梅ちゃんこれ決めて、多分すごいこうお辞儀する。ナイスバディ、ありがとうございます。どこまで土下座でもしたいのに、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。素晴らしい、後半みんな良かったね、すごい、後半良かったですね、楽しかったです、楽しかった、学びあるラウンド、学びありました、本当に。どうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、今日は参加していただいてありがとうございました、ありがとうございました。遠方から来ていただいて、全然喋れてない。ラウンド中もだけど結構喋れてない。まだカメラ慣れしてないかな。そうだね。で結果僕は3アンダーで、アマチュアチームは9アンダーでした。強い、すごい、イーグルスタートから、あのお兄さんがね、いや本当にすごい、後半は最高圏で、で奈々ちゃんもゆうじさんもだいぶ上、あのいいスコアで上がってきて、全然歯が立ちませんでした。ハンディ最高。ハンディ最高、ハンディ万歳、間違いない。今度次回は僕が負けたんでハンディいただくという形で。いやちょっとだね。もうちょっとあの突っ込んでもらって。優しい。そう、優しいから。まあ本当今回こうやって楽しく回れたんで、まあそういう部分も、まあ、プロゴルファーと戯れるというか、うん、こうやってプライベートでラウンドできたら楽しめるのもあると思うんで、ぜひあのこういった機会をまた皆さん増やしていただけたらと思います。はい、はい、どうでした、実際皆さん。いや、うん、梅ちゃんと久々回って、はいはい、やっぱめちゃくちゃ楽しかったし、ね、うん、あ、嬉しいですね、すごい勉強になりましたね、うん、あとはやっぱり憧れっていうところもあって、ああいう球を打ちたいなとか。そうですね、いつも言ってくださいます。あとウェアがかっこいい、はい、まあ本当いいじゃないですか。はい、みんなありますみんなうのぴゅー、折り鶴が目立つということで、はい、どうでしたか、奈々ちゃん。はい、私も久しぶりに梅ちゃんとラウンドして、うん、前ラウンドした時私もプロ目指してた時、そうだね、2人でもあったもんね。そう、その時2人でマンツーでレッスンしてもらったんですけど、まあ、今日も変わらずね、優しくレッスンしていただいて、バンカーが得意になりました。あ、よかったです、うん、よかった本当に、ね、また今後こうやって回れたらいいと思うんで、うん、またこの中間がちょうど栃木ぐらいなんで、またその辺で集まれたらと思います。はい、本当お疲れ様でした。ありがとうございました。